ウルトラマンファイティングエボリューション3。はい、どうもこんにちは、ホイケルです。はい、今回はウルトラマンファイティングエボリューション3ですね、実況をやっていきたいなと思います。で、あの前にね、一度ピーターマンと2人でこのゲームやってるんですけども、なんで今回やろうかなって思ったかっていうと、ちょうどね、 B ウルトラで新しいアプリが出て、みんなね、ウルトラマンのちょっと熱がね、再来というかしてるのかなっていうところで、実は僕もその一人で、昔ね、ティガとかダイナとか、ちっちゃい頃ね、幼稚園の頃かな、見てて、すごくね、あの頃かっこよかったんですよね。で、今絶賛戻り中なので、ウルトラマンにはい、なので今回ね、あのウルトラモードっていう原作をね、追体験できるモードがあるので、せっかくね、あのティガスーツがね、今回出たってこと で、実はちょっとガチャ動画で、他のやつ始まっちゃったかな。そう、実はあの他のね、あの動画で、ガチャ動画でティガをね、出すっていうのをやっていたんですけど、まあ、詳しくはね、ぜひそちらを見てください。ティガもね、実際出たので、その記念ということで、ちょティガのね、回なんで、ティガのウルトラモードを進めていきたいなと思います。で、いろいろ悩んだんですけど、今回はですね、いろいろあるんですよ。コルザの逆襲から始まって、影を継ぐ者、イービルティガのやつですね。で、最後が暗黒の支配者、ガタノゾウが出てくる最後のやつですね。これもね、すごい好きなんですよ。はい、ということで、まず最初に何をやろうかなと思ったんですけど、影を継ぐものをやろうかなと思います。イービルティガーのやつですね。うん、これね、なんかイービルティガースーツもなんかね、プラモデルで見たんですよ。なんでこれからね、出るかもしれないので、今回はね、これをやっていこうかなと思います。ではやっていきましょう。新たな進化を求めて、光の巨人の力を求めた科学者、マサク・ケイゴ。しかし、彼の人としての強すぎる野心は、巨人の力を制御できず、イービル・ティガとなって暴走を始めた。イービル・ティガから人々を守るのだ。イービル・ティガもね、結構かっこいいんですよね。形ね、すごい好きなんですよ。でね、このゲーム自体もね、すごいムービーとか、最初のね、オープニングの後のあのタイトルが出てくる画面ですかね、すごい凝ってて、もう当時からね、好きだったですね。これは好きだったですね、好きでしたね。はい、まあ、ちょっと話すとね、実はこのゲーム体験版の時に並んでね、何回もプレイしてた記憶があります。かっこいいですね、やっぱ出てくるタイミングも。しっけあ、こういったやつやばい。ちなみにこれね、やるの相当久しぶりです。あのピーターマンでやった以来で、データもね、当時の時のままなので、多分ちっちゃい頃、小学生の時ですよね、やった時のものです。なんで特にこれ、あのランク S 目指すとか、あーぶっ強いなとかじゃないので、あのうまいプレイはちょっとできないと思います。なんで多分ね、あのランク S 目指すとかいう動画はいろんなね、方が撮ってると思うので、ぜひね、そちらを見てみてください。おっ、ペリーいきなり一気に当たりましたね。そうなんですよ、なんか多分 S はね、取れないかな。ちょっと今久しぶりなんで思い出しながら進めています。ダメダメダメ、もうね、ガードできないんですよ、丸ボタン。このゲージ、フラフラゲージがマックスになっちゃうと、いってブブ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 。これで同じボタンを押せればガードできます。バリアが張れます。どっちを押したでしょうね、今三角と丸ガードしました。いてててて、いや、あの知らない人に、まあ方もいらっしゃると思うので、もうね、赤いゲージ、体力ゲージの下の赤いゲージを貯めてって、で丸ボタンが吹っ飛ばし攻撃って言うんですけど、それを当てるとね、必殺技が打てます。あ、ゲオザークね、懐かしいな。これは、ね、結構厄介だった記憶があるんですよね。お、
下から張ってくる痛いちょっとそれあれじゃん最後のシーンのやつじゃん早い早いって痛い痛い痛いやば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 いちょっと待ってねやばいぞこれ来てるんだよな後ろから痛いよしよいしょこれ痛いやばいやばいね、もうね、S 無理ですね、多分1分30切っちゃったので、まあ、特にそういうことは考えずにやっていきたいですね。危ねえな、これ当てればいけそうですね。けどね、ちょっとね、なんていうんですかね、美徳というか、勝手なね、自分の、いって、ちょっとやめて、ウルトラマンに対する考え方なんですけど、消えちゃった、消えちゃった。えってカラータイマー鳴ってから倒したいんですよね。うん、分かる人いるかな。なんかそのカラータイマー鳴ってるそのピンチな時に倒すのがちょっとウルトラマンだと思ってガードいててて、ちょっとねギリギリまで粘りたいと思います。そうなんですよ、やっぱそのね、なんかなんですかね、カラータイマーなってから頑張って倒すのがウルトラマンなのかなっていう勝手な自分の考えです。あ、これでもうこれでピンチなのに頑張って戦うと、これがウルトラマンですよね。ちょっと待って、すいません、合ってるかわかんないですけど、お、来ましたね、打ち合い連打なんですよ、これめっちゃ苦手。いけるか、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 やばいやばい、あ、危ない。まあ、この最後のね、光線の掛け合いが実は見たかったっていうところがあるので、個人的に、うん、動画的には良かったかなと思います。ランクはねボロボロですけど、はい、そうですね、こういう感じで今後もね、他のゴルザとか暗黒の支配者をやりたいかな。もしね、時間があればそれもちょっと撮っていきたいなとは思うので、今回はねここまでにしようと思います。ビュルトラの方もピーターマンとね、PVP とか、あと個人的にちょっと進めたりするのも挙げられたらいいなと思うんで、ぜひね、そちらも見てください。ではまたお会いいたしましょう。